前半部分ではパスウェイ解析であるとか、まあ、ネットワーク解析というものを使ってですね、生体分子の、まあ、相互作用を、まあ、表現してあげて、まあ、その構造に基づいて何かいろいろな解析を、まあ、行っていったわけなんですけれど、まあ、実際の、生体現象を考える場合はそのネットワーク上で起きている、まあ、ダイナミクスというものを、まあ、考える必要があるわけですよね。まあ、そうしたときにじゃあ一体どういった枠組みっていうのが必要なのかっていうのをこれからまあ紹介していきたいと思います。まあ、ここでいうダイナミクスというのは例えば生体内で の, まあ何かし の, その生体分子の総合濃度変化であるとか、まあ例えば発現量がどう変化するとか、ではさそういったことに対応しています。さてここで非常に学部的なお話なんですけれど、まあ最初に化学反応速度論から入りたいと思います。多分皆さんその質量作用の法則というのはまあご存知であろうと思いますが、適切な濃度でまあ K が十分均一であることを仮定すると、例えば2つのまあ何かしら原子があって、まあ化合物があって、まあそれが B と化学反応を起こしてまあ C ができるといったような反応は、この時のその C の生成物の反応速度というのはまあこのように表されるというのはよく知っているかと思います。これは高校でもよく習うようなことですね。でも実際、なぜこのような形で書けるかっていうのをきちんと説明、できる方っておりますか？どうでしょう。まあまあ高校生だから多分皆さん分かってると思うんですけど、ここで重要なのはですね、実は適切な濃度で K が十分均一であるということなんです。皆さん高校生でこれ習われて、大学生でも習われて、化学反応速度論がこうですと言われて、多分皆さんすごくよく分かってると思うんですよ。だけれど実際にどういうこと、背後にどういう過程がなされていて、どういう背景でこの式が導出されているかっていうのを考えないと、実はこういうダイナミクスを考える場合っていうのは非常に難しくなってきます。で、まあ、やってることは非常に簡単です。なんでかというと、まあ、この反応速度論というのはどういうふうになっているかというと、この濃度っていうのが何を意味しているかっていうと、要するにある粒子がどれぐらいの割合で存在しているかってことですね。要するにこのある粒子の存在確率みたいなことを考えるんです。で、 K が十分均一であるってことは十分混ざってるってことなんです。要するにある化合物とある化合物が接触する確率っていうのは等しいというふうに考えている、そういう場合ですね。要するに何をやってるかっていうと、あるたくさんの箱があってたくさんのボールが入っていると。で、そのボールの中に、そのボールから適当に2つ取って、そして化合物をくっつけて、それを化合物に変換するといった意味になるわけです。で、この場合は、その化合物が2つ必要なわけですから、実際その確率の2乗になっているというようなことになるわけですね。で、そういった意味で、ここは実は2乗になっている。で、ここで注意しておかなければいけないのは、適切な濃度で、適切な濃度っていうのは濃すぎてもダメだし、実は薄すぎてもダメなわけなんです。で、要するに接触する確率が十分均一であるということを考えなければ、そして溶液が必ず均一でないということを仮定しないと、この方程式というのは実は成り立たないというのは分かるかと思います。で、多分生体内では実際にはこういうことはあまり起きていなくて、実際にまあ、もちろんある種ある局所的な微子的な面で見ればそれは均一になっているかもしれませんが、挙手的な意味では細胞というのは非常に分割化されていて、実際には濃度も均一ではなく、まあ、ある種のグラジエントを持って、要するに濃度勾配を持って実はあるわけですから、こんな単純な本当は方程式とは書かれないということを、まあ、念頭に置いておきたい。で、次に酵素反応なわけですが、じゃあその酵素反応、例えば酵素 E によって基質 S から、まあ、生成物 P が、まあ、生成されることっていうのを考えるわけです。で、これを単純に方程式で書くと、方程式で化学式で書くと、まあ、こんな形になりますね。で、S と、まあ、酵素が何かしら結合して、そして生成物と酵素がまた吐き出てくるだろうというふうなことを考えると。で、もし酵素の濃度が一定であるならば、要するにこの生成物の生成の速度っていうのは S の濃度に、まあ比例しているだろうというふうに単純に考えられるわけです。ただ本当にその一般的な化学論でいいのかというと、まあ、これではダメだということが分かります。で、それは何でかというと、その酵素反応速度というのは基質の増加とともに実は頭打ちになっているということが実験現象がよく知られてあるんです。で、基質濃度には実は比例していないということが分かっています。では、どういうふうになっているのかという、
まあ、これはあのなんか多分そのこれはもう学部レベルでその今では高校生でやるのかどうかわからないですけど、まあ、酵素反応に関してはこういう曲線を取るというのは多分よく知られていることだと思いますが、まあ次のような特徴があります、基質濃度、まあ、S ですね、 S がその一定の時っていうのは、まあ大体 E に比例すると。で基質の濃度が低い時っていうのはあの基質濃度が低い時っていうのは、まあ、あの S に比例していると。で基質濃度が高い場合は一定になるというようなことが あります、まあ、つまり、まあ、式であの図で表すとこんな形になるんですね。このブルーのラインが、まあ、古典的な化学、要するに質量あの作用の法則を使った場合の化学反応の速度になるんですね。でも実際の酵素反応というのはこんなずっと伸びていくわけではなくて、 いずれその頭打ちに、なっていくという、まあ、そういったことになっているというようなことが起きると。じゃあそうすると先ほどその質量作用の法則からこうやって導いてきたけど、それはうまく説明できなかったと。でそれはなんでなんだろうかっていうのを考えた人たちがいるわけです。まあ、それがミカエレスとメンデという人たちが考えたモデル。でこの人たちは何を考えたかというと、まあ、反応の中間体を考慮したということが実は非常に重要なことなわけですね。まあ、まず何を考えたかというと、このまず、基質と酵素がある種 の中間体 ES というものを作って、その後に、まあ、P と生成物を出して、そしてまた酵素がから回避するといったようなことを考えたわけです。でこういったその反応のモデルを考えたわけですね。でここからある種 その作用の法則を用いて未開発メンテンの先の認識を、導くということです。で導き方にはいくつかあって、まあ、一つは迅速平衡法というのがあります。でこれを見てもらうと分かると、この反応というのは多段階反応です。まずここの反応とここの反応に分けることが、まあ、できるわけなんですが、この ES からこの P と E にあるこの後半部分の反応というものを、まあ、立足段階と考えるわけです。まあ、要するに何かというと、まあ、ここは非常に非常に速くて、まあ、この反応速度の全てというのはこの後半部分だけに依存しているというふうに考える。そうすると、要するにここがすごく速くて、まあ、ここがすごい遅いと、まあ、そうすると、まあ、次のような式で得ることができるわけですね。でそうすると質量作用の法則からまあこういうふうに求めて、じゃあこの ES の濃度がどうなっているかというのをまあ知ればいいというふうになるわけですね。でこの ES からその中間体を得るようなところというのは平衡状態なので、まあ、平衡状態というのはその濃度変化が変わらないということなので、実際この右側から行くのと左側で行くというのは速度は実は等しくなるという式を立てることができるわけです。でここからこの式を変形して、まあ、このようにすることができるわけです。でここで出てきた数っていうのが実は乖離定数と呼ばれるものです。で乖離定数というのは何かというと基質と酵素の離れやすさというのを表しています。これが大きければすごい離れるし、小さければまあ比較的くっつくと。でまたそのこれは何ていうかこの ES とE と E の濃度と ES の濃度っていうのは初期の酵素の濃度を足したものっていうのは初期の酵素の濃度なので、まあ実際にこの式を使ってやると、まあこの ES っていうのはまあこういうふうに書き換えることができると。でここで実はもう ES の濃度が、ここで分かったわけですね。でこれを先ほどの、この前のこの式に代入してやれば、まあ、あっという間に、まあ、こういった式が出てくるわけですね。最後の式が出てくる。でこのケースの ES っていうのを VMAX にしてあげて、これ最新のミカエレスメンデルの式が出てくるということになるわけです。で実はこの導出の仕方にはもう一つあってですね、定常状態法による導出っていうのが存在します。でこれはまあちょっと似てるんですけど、何が違うかというとですね、まあ、先ほどはまあ、こちら側、この後半部分 その反応というのが全てをもう支配しているものだと考えようというふうにして、モデル解いたわけですが、まあ、実際にはこっちの速度というものを多少なりとも影響するわけなので、それを考慮しようといったものです。でこの多段階反応を考慮すると。ただその、まあ、酵素種の、まあ、濃度ですね、 E と ES というのを時間変化はない、要するに定常状態であるというふうに、考えると。でそういう意味でその定常状態法になるわけですね。でこうするとどういうふうになるかというと、もうちょっと反応が面倒くさいでしょうけれど、まあ、実際にはそのこちら側からこの E ができる方程式というのは、
要するにこちらがこの ES から分解されて ES に戻るっていうのと、まあこちら側からで増えて、この ES から E でコンプレックスを作るっていうところで減るわけですから、ここは増加分で、ここが減少分ということになるんですね。で、同じようにして ES もその増加分と減少分が変わるんです。で、ES だったらこっちに行けば増加するでしょうし、こちら側に行けば減少すると。で、そういった意味で、方程式が、まあ、2つ足すと。で、また先ほどと同じように、その酵素の濃度と中間体の濃度っていうのは、その初期の酵素の濃度と一緒っていうことを使うと、ES っていうのは、単純にこういうふうに出すことができると。で、ここでその、この定数っていうのは、乖離定数なわけですが、ちょっと形が変わってますね。それはなんでかというと、この最初の方の、反応まで考慮したか。で、これを先ほどと同じように、生成物の反応速度の式に代入してやれば、また同様にこのミカエルスメンテルの式が導出されるわけです。で、2つのモデルなんですけど、じゃあ何が違うのかということを少し議論していきたいと思います。で、式の形はどちらにしても同じです。まあ、要するにこの Km プラス S 分の Vmax の S かける S というふうになっています。で、何が違うかというと、この乖離定数ですね。乖離定数が違うわけです。この KM のわけで迅速平衡法で解くと、まあこういった形になります。で、定常状態で解く方で解くと、まあこういう形になるわけですね。で、じゃあ何がこれは何を意味しているかというと、定常状態由来のモデル迅速平衡法っていうのは定常状態法由来モデル の特別な場合に受ける場合です。要するに何かっていうと、KS っていうのがこの K プラス2ですね。この K プラス2っていうのは、この後半部分ですね。後半部分の反応の速度っていうのが、前半部分の反応に比べて非常に遅いと。要するに最初に仮定した話ですね。多段階反応で、その後半部分が立速になっているっていうのは、非常に仮定をすると、実は迅速平衡法に、なるわけです。つまり定常状態法っていうのは、迅速平衡法っていうのは、その定常状態法で導かれたモデル その特別な場合。要するに後半部分が非常に遅い場合になるわけですね。で、まあ、当然ながらそういう過程というのは常々成り立つわけではないので、まあ定常状態法の由来のモデルの方がやっぱり一般的に使われています。この辺は多分その学部なんかでもよくやられていると思うので、よくご存知かと思いますが、では、まあ、とりあえずミカエルスメンテル の式の特徴みたいなものを説明していきましょう。で、横軸が気質の濃度で、縦軸が反応の速度。まあ、要するに生成物 の反応の速度ですね。というふうにしたこれをまあ V とすると、まあこういうふうな式になっていると。で、ここでその特徴的なのは、その KM ですね。KM っていうのが、実はその Vmax ですね。最大速度、Vmax の半分の気質を与える濃度になっているということが言えるわけです。で、その KM っていうのは実は乖離定数、もあったわけですが、要するに酵素と基質がどれぐらい離れやすいかというのを表していた指標だったわけですが、まあ、それだけではなくて、基質濃度の反応速度の関係も記述するような、そういったものになるということがわかるわけです。まあ、要するにここからこの酵素の特性みたいなものが知れてくるわけですね。この Vmax や KM なんかを使って。で、したがってこの Vmax や KM というのを見つけるというのは非常に重要になってくる。じゃあどうやってその実験データからその Vmax とか KM っていうのを推定すればいいのかっていう話なんですけど、まあこれにはまあいくつかあるんですけど、ここで一番有名なラインウィーバーワークプロットっていうのを説明します。で、簡単なお話なんですが、このミカエレスメンテンの式を式変換してやるわけですね。例えばこういうふうに式変換してやると、まあ次のようになると。で、縦軸を S の濃度の基質濃度の逆数。縦軸を反応速度の逆数としてみると、実はこのデータっていうのはライン、直線上に乗るってことがわかるわけです。で、切片が実は Vmax の逆数になって、X 軸との交点が、KM ですね、乖離定数の逆数の、まあ、負になってるわけですね。要するにこうやってまあ直線に乗ってしまうので、まあ、要するに X を X の S の逆数、そして Y を濃度の逆数として最小次乗法なんかで、まあ俗に言うその Y イコール AX のバープラス B みたいなことで最小次乗法なんかでこの値を推定してやれば、まあ、この切片と
まあ、この、K、あの Y 軸との交点なんかからあの KM とか VMAX っていうものを、まあ、簡単に推定することができるわけです。ただこれ欠点としてはあの逆数を使うので S がですね小さい時の誤差っていうのが推定の結果に、強く影響するということが、分かります。まあ、そういった意味で、まあ、それをあの克服するためのいくつかの、プロットが、まあ、存在しますけれども、まあ、それもトレードオフで、まあ、何かの誤差を小さくしようと思うと何かを失ってしまうというようなことがあってですね、まあ、そういった意味でも多分ラインウィーバーワークプロットが一番有名なのではないかと思います。で阻害の効果というのがあります。で実際に酵素反応というのは単純にあの基質と酵素が存在してそれが中間体を作ってそして生成物ができるというような形ではなくて実際はその阻害というものが影響していることがあります。で一つは何かというと競合阻害で競合阻害というのは何かというと異なる分子が酵素の同じ活性部位を奪い合うタイプですね。要するに何か別の分子があってですね、まあ、この酵素っていうのはこいつこの緑の基質も赤の基質もどっちも触媒すると、そうするとこいつがここにくっついてですね中間体を作っているときはこの赤いやつが入ってこれないわけですから、そういった意味でその反応の阻害が起きるわけです。要するに一つの酵素が奪い合っているというような形になると、そういった意味なので、要するに乖離定数がまあ変わってしまうわけですね。要するにこのくっつきやすさというのがこの阻害によって多少下がってしまうので乖離しやすくなっていると、そういった意味で KM が上がるというようなことになる。ただしその VMAX 自体はきちんと結合して出すので生成物を出すので VMAX 自体は変わらないというようなことがあります。で逆にこの非競合阻害というのはあるんですね。でこれは何かというと、まあ、一つの酵素に対してなんかまあ複数の活性部位みたいなものがあってですね、まあ、ある分子がそのある分子の反応を遅くしているというですね、まあ、例えば、まあ、非常に簡単な説明でいくと、まあ、ある分子がここに結合していると、まあ、こいつが非常に邪魔をしてですね、結果的にもう片方の反応の邪魔をしているということになる。でここから見るとその、まあ、要するに乖離定数なのでこことここのくっつき差加減というのは、まあ、変わらないわけなんですけど、まあ、こいつがあることで邪魔されるので実は VMAX が下がると、 KM は変わらないんだけど VMAX が下がるというような、特徴があるわけです。で実はまあこういうふうにしてみて、要するに、まあ、要するに異なる基質を入れてあげてですね、要するに単一の基質で見てみると、で最初に KM と VMAX を測っておいて複数 の基質なんかを入れて KM や VMAX なんかを測るとこの酵素自体が、まあ、競合的な阻害を受けているのかそれとも非競合的な阻害を受けているのかというのが実はここで調べることができると。で他にも、まあ、基質阻害、要するに自分の生成基質阻害であるとか、まあ競争阻害なんかという別の阻害もあります。まあ、この辺は多分教科書で、よく調べられよく皆さんもご存知だと思いますので、まあ、この辺ぐらいで。で次に関してはヒルの式っていうのが現れています。でこのヒルの式っていうのは何かっていうと基質とそして酵素 の結合が独立でない場合に見られる経験則のことです。でここで分かると思いますけど、大体ミカエレスメンテンに似てますよね。で何が違うのかというと、ここに N 乗っていうのがかかってる。N 乗っていうのがかかってる。これ、まあ、これだけなんですけれど、まあ、実際にこの N がイコール1の場合だと、ミカエレスメンテンの式に、と等しくなるわけですね。でもしこの N が1よりも大きいと、基質の結合に伴って結合が促進される。要するに、ある酵素に対して、ある基質が入っていると。そうするとさらに基質を呼び込みやすくなるといったそういったことを考えている。でもし N が逆に1よりも小さければ基質の結合に伴えて結合が抑制されるというような場合です。でもともとはこれ実は酵素反応というよりはその結合タンパク質、もともとヘモグロビンとその酸素の結合なんかで見出された関係なわけですが、まあ、こういうふうな形が見られると。でこれは何を意味しているかというと、やっぱりその基質と酵素 の結合というのが、まあ、独立じゃないと。独立じゃないというのは要するにある種の相関性を持っていないということです。つまり逆を言えばその
ミカエリス・メンデルの式っていうのはある種その酵素と基質の結合っていうのはある種独立だというふうなこと仮定に基づいて建てられた式だということに注意していただきたいわけです。で次にですね、これを遺伝子発現へ応用するというお話に行きたいと思います。で実はこの酵素の話ですね、要するに基質が入って基質が酵素とくっつくというで、それから生成物ができるとかっていう話はですね、その遺伝子発現と、実はよく似ているわけなんです。で酵素反応では次のように考えられるわけなんですが、例えばこう基質、酵素、生成物っていうのがあって、でもこれは遺伝子発現に逆にこのアナロジーでいけば、その基質っていうのは転写因子 で酵素っていうのは遺伝子のところ、プロモーターみたいなところで、生成物がメッセンジャー RNA だと考えると、実はあの概念っていうのはそのまま使えるはずなわけですよね。要するにさっき言ってたのはただ単に化合物ですから、一つの粒子だというふうに考えているわけなんですけど、この場合はそれを、違うような形で考えると、あらかた使えるのではないのかというふうに、考えられるわけです。で実際そのアナロジーで、多くの、これに基づくように使っている場合があります。で要するにその活性因子と抑制因子というものをこれで表現することが、できるわけです。で一般的にその、転写制御因子の場合はやっぱりその線形というのは結合因子とそのプロモーターの結合というのは独立ではないので、やっぱりヒル式で、書かれている場合がほとんどです。で活性因子の場合はどういうふうにして表されるかというと、こういうふうにして表されています。先ほどのヒル式をそのまま使って、活性、ここの K がちょっと意味が違って活性化係数ですね、活性化因子とプロモーターの親和性を関係するようなそういうパラメーターになって、でこの X っていうのがその、活性化因子の濃度みたいになってますね。でベータが最大発現のレベルになっているわけです。で抑制因子がどういうふうになるかというと、もちろんそれは結合によって発現が抑えられてしまうようなタイプで、それはこちら側に少しあるわけです。で、このヒル式は簡単に求められますけれど、抑制因子がなんでこうなるかというのはちょっと分かりづらいかと思いますが、これは実際には先ほどの、粒子がよく振り混ぜられているような状態で、取り出してくっつけたら反応が進むというようなことを考えると、逆にある問題を取って、ある粒子を取らない場合に、取ると、要するに先ほど の式にですね、1マイナスで濃度というふうにすると、この式が簡単に出てくるわけですね。実際にその、形としてはこういうふうになってますね。赤が活性化の場合で、緑が抑制化される場合です。こういった要するにちょうどこう反転したような形になっているというのが、分かるかと思います。で次にその単純化のためによくこの場合は論理近似というものを使います。で論理近似というのは何かというと、次のような形なんですけど、ステップ関数を使ったやり方です。でステップ関数って何かっていうと、例えば X っていう濃度がある式位置 K というものを超えたときに、1となり、それ以外だったら0となるような、そういう関数なわけなんですけど、活性化因子の場合は次はこうなると、要するに X の濃度が K より超えてたら、そのベータ倍しようと、で抑制化だったらその逆だというような形になるわけですね。で式の形から言うとこうなる。赤の場合が活性化因子の場合で、形はどうなるかというとこうなって、 X の K の式位置を超えるとこういうふうにベータまで突然、上がると、値が出現すると。で逆に、抑制因子の場合は、最小ベータである式位置を超えると0になるという、そういう形になる。で先ほどのそのヒル式とじゃあどういう関係にあるのかというと、実はそのヒル式のこの N ですね、 N を無限大にしたときと同じになるわけです。ちょっと分かりづらいかと思いますけど、この N をこう縮小して見てみると、これ N1 のときですね、で N3 のときはこれなんですけど、これを N どんどん上げていくとこういうふうにこうどん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 ここの中心の勾配が上がっていくんですね。この間ぐらいの勾配が、で最終的に極限ではこのステップ関数と同じような形になります。
まあ、といった意味でその、論理禁止とかステップ関数を使ったものはその、このヒル式の特別な場合だと、思ってもらえればいいですし、まあ、逆にそのある種その実験では極端な、場合でしか使わないので、まあ、実際そういうそのなんていうかグラ非常に緩やかな部分というのは使わずこういうふうに単純化をすることで、まあ、モデルを簡単にすることができるということです。で実はこの論理禁止を使うとですね、転写因子の制御というのを非常に簡単に制御を表現することができるわけです。で例えばこの場合は、この緑の、転写因子と青の転写因子が、両方くっついていれば転写が行われますというような場合です。そうするとそのこの転写因子の式っていうのはどういうふうに表されるかというと単純な積で表されるわけです。要するにこっちがあってこっちがある場合になるというようなことになるわけですね。で逆にというか、もう一つの場合で、まあ、どちらかがくっついていれば、転写が進むよといった場合には、まあ、こういうふうなOR でつなぐことができるわけですね。まあ、実際にこういう単純な掛け算とかこういう和を使うことで、論理の転写制御因子というのは簡単にモデル化することができると。で似たような概念に実はブール関数を使った、まあ、表現方法があります。でこれは要するに論理ゲートを用いた、まあ、転写のモデルであって、まあ、論理ゲートって多分皆さんご存知かと思いますけど、まあ、例えばこういったものです。ここではこう和関数というものがあります。和関数の非常に代表的なものは、要するにどちらかが1であれば出力が1になるという。でこの入力が何かというと転写因子になるわけですね。で0が転写因子がまあくっついていると。0だったらくっついてないと。で1だったらくっついていると。で出力が発現になってるんですね。で0だったら発現していると。発現してないと。で、1だったら発現しているというふうに見出すわけですね。で、そうすれば、例えば、これがまた別の、その、タンパク質を、他の遺伝子の制御と発現している場合には、これが発現している先に、また別の論理ゲートがあったりすれば、まあ、それは遺伝子制御のモデルとなり得るわけですね。で、ここの関数が、まあ、例えば、OR ですね、どちらかがあれば発現する。で、どちらともなければ発現しない。というような、どちらともあれば発現するというような形で、まあ、OR であるとか AND であるとかっていう回を、まあ、作ってあげてモデル化することも可能です。でさてここで、まあ、その遺伝子の制御の、まあ、基本的なダイナミクス の, 基本的なダイナミクス の, その枠組みというかその下地は、まあ、できたわけですが、ここからもう少しこう、突き詰めて、まあ、考えていこうと。でここでまず何を考えているかというと、転写制御 X に制御される遺伝子 Y というものをまあ考えると、まあ、グラフで書くとまあこんな感じですね。 X が Y を制御していますということですね。でこの FX ですね、この X ので表現されるその Y の算出に加えて基本的には分解と希釈というものを考えます。実際に生体内ではね、こうなんか極材しているわけで、何かその、ある分子がその徐々に希釈していくって言ったり、もしくはその、生体分子っていうのが何かしらの事情でその分解されていくというような場合もあるので、そういう効果を考える必要があると。で、実際それはその FX だけではなくて、その FX のうちでその、希釈して分解されるということを考えると。で、この場合はその、この希釈であるとか分解であるというのは、ちょっと、まあ、基本的にきちんとした値を出すことができないので、これはひっくるめて α というふうにしておきたいと思うと。でそれは基本的には y に比例して、まあ、減少するものだと考える。でこういうふうにして増大というものを記述しようとするわけですね。でじゃあここの fx って要するにその制御因子はどういうふうに働いているかっていうのを考える。でここはちょっと活性化因子っていうものを考えておこうと。で活性化因子というのはさっきのヒル式みたいなもので、考えられて、こういうふうに表現されることができるわけですよね。でこれをさらに、まあ、論理禁止してあげて、さっきのステップ関数で、書き表してあげるというとこうなるわけですね。でさらにもう少しこう単純な場合を考えて、X が要するにある式 1K よりも随分と大きい場合であれば、この式要するに前回のこの式っていうのはもっと簡単に書けて、まあ、こういうふうになると。要するにその Y の時間発展っていうのはその、まあ、ベータ×
からその α y を引いたものになるというふうに考えることができるわけですね。で、定常状態においては、定常状態というのは何かというと、この速度が、まあ、ゼロになる、前の基礎速度がゼロになるという時だわけですが、その時の濃度っていうのは、まあ、α 分の、まあ、ベータとして算出することです。これは 何かというと、これイコール0と、イコール0と置いて、まあ、その時の y、その時これをイコール0と置いて、で、y イコールの形にしてあれば、それは直ちに出てくるわけなんですが、まあ、そういった意味で、この、α イコール、α 分のベータになると。まあ、つまり要するに算出速度ベータが大きければ大きいほど定常状態での y の濃度は高くなると。まあ、これは当たり前ですよね。要するにこちら側がそのなんていうか水を入れている量と。で、これが出ている量だと考えれば、そのまあベータが大きければそれは定常状態ではまあ大きくなるだろうというのは非常に直感的に分かるわけです。で、次に応答時間というのを考えます。で、応答時間というのは何かというと、まあ、こういうふうに定義されています。で、初期濃度とその最終濃度の中間に達するまでにかかる時間っていうのをいうふうに、まあ、定義されているわけなんですけど、これは何を意味しているかというと、シグナルに対するその応答っていうものを、まあ、評価するために大体使います。要するに何かある種のシグナルが入って、そこからどれぐらいの時間で応答するか。で、それが早ければ、まあ、なかなか性能がいいだろうとも言えるし、遅ければなんか全然、非常に悪いわけですよね。まあ、例えば、まあ、この次さっきのような式を考えるわけですね。で、これを y について、まあ、解いてやると。この微分方程式を、まあ、解いてやると。そうすると、まあ、これがこうなるわけですね。で、要するにこういう時間発展の式になって、時間無限大のところで、まあ、α 分の β になるというのは多分分かると思いますが。で、これが要するにこの半分となるような時間、要するに、2α 分の β となるような t が応答時間なので、この応答時間がどれぐらいかというと、まあこれぐらいにな、要するにこういう形になるんですね。で、単純な場合ですね、こういう単純な場合っていうのは、応答時間っていうのは、希釈と、そして分解速度に、まあ、依存するっていうことが、わかります。要するに、その、シグナルの応答っていうのは基本的に希釈、そして分解、というものが非常に重要だということがここで示されているわけです。で、もう少しじゃあちょっと複雑な場合を考えてみましょうか。まあ、ここでは次のような構造を考えます。で、まず最初にここにシグナルというかインプットという入力があったとすると。で、この X という電子が Y を制御していて、で、さらに Z を制御しているわけなんですが、この時は y と x があれば、まあ、z が発現するといったようなことをまあ考えるわけです。これはなんか前、そのネットワークの表現、ネットワーク解析で出てきたフィードフォワードループに対応しています。で、こういったその構造自体が、まあ、どういう発現を、発現というかダイナミクスを示すかというのが、この図です。で、ここでのダイナミクスというのは次のようにまあ表現されます。で、これは何をやっているかというと、要するにベータ、この y ですね、y の発現のその速度っていうのは、さっきの論理近似を使って、x から y に行くところの、ある基質濃度を、x が超えたときに発現するというふうな、まあ、関数にして、まあ、あとはその希釈するということを考えると。で、同様にして、その論理演算で、この x と y がなければ、発現はしないことになるので、ここの論理回路は積になると。で、そこから、まあ、その分解の項を考えてやるというふうにするわけですね。で、こうしたときに何をなるかというと、まずインプットっていうのを考えると。で、ここでその値はどういうふうに示されているかというと、この、まあ、ベータの y であるとか、ベータの z とか、アルファとかは全部もう1だと。簡単のために全部1にします。で、kxy や k0、要するにこの式位置っていうのはまあ0だとすると。してその ky っていうのは半分を超えたときに、xy は半分を超えたときに、するわけです。そうするとインプットはこういうふうに与えられるとすると、ここで、まあ、ある種のまず一つのインプットが起きて、ここで長い時間のインプットが与えられると。ここは短く、ここは長くというようなときです。この時の y の挙動はどうなるかというと、この方程式から基本的にまず最初にここに短いインプットがあるので多少増加するんですね。多少増加するけど、その反応時間が短いので、
あここのインプットの時間が短いので、あそのインプットが終わればそのまま、まあ、希釈とか分解によって緩やかに減少していきます。でそして長い、シグナルが来た時に非常に強く発現して、そのシグナルが終われば、また減少していくということです。でこれはこの Y のところですね。じゃあこの時の Z の時の場合がどうなるかっていうのを、まあ、見てみましょうと。で Z の時はどうなってるかっていうと、 K の実はこの X の Y が 0.5 を超えた時でなければ実はこれ発現しないわけなんです。でここの灰色の線に 0.5 っていうのがここありますよね。でここの 0.5 を超えなければ実はここは発現しないということなので、実はインプット X はちゃんと入力があるんだけれども、この Y というものは X による制御を受けていて、発現しているわけなんですが、入力が短いために実はその式位置まで達してなかったというわけで Z は発現しないということなんですね。よろしいでしょうか。で逆にその長い時ですね、長い時は十分に発現しているので、まあ、この時発現きちんとその X も発現しており、そして Y も十分に発現しているので、Z もきちんと発現するという話です。でここで注目していただきたいのはそのこの 0.5 ですね、要するにこの式位置に差があることによって実はその発現に多少なりの遅延があることが、ここで分かります。要するに Y が 0.5 を超えなければ実は Z っていうのは発現しないわけなので、その分その Y が 0.5 を超えるまでに、実はその Z が発現するというのにタイムラグが、要するにディレイが、遅延が、存在します。 で、 そのであとその X のシグナルが切れれば、まあ、そのまま減少すると。でこの赤の場合はOR の場合ですね。もしここの回路がOR の場合であれば、まあ、それはもう少し、先に伸びて、ここは 0.5 の時まで発現しておいてそれから減少するというような形になるということです。で実際にこのフィードフォワードループがあってこういった異なったスレッシュホールドがあると、まあ、遅延みたいなのが起きるというようなことが分かります。じゃあそもそもじゃあなんでこういう構造を持って、そしてそういうこういう遅延を持った構造パターンというのが選択されるのかというものを少し考察してみると、もともとその感知性というか、要するにあるシグナルが入ってちょっとディレイがあって遅延があって応答するというようなのは保護機能の役割を果たすということがよく知られています。これはちょっと、まあ、もともとこういう分野というのは制御のお話なので例としてはそういう制御っぽくなってしまうんですけど、例えば自動ドアみたいなのを考えるわけです。基本的に自動ドアというのは短い入力では動作しないわけですね。ちょっとなんかなんていうんですかね、ちょっと離れただけでドアが閉まるようなことはしないわけですよね。またなんか例えば猫がその前を通ったからといってすぐにドアが開くようなことはしないわけですよね。例えば長期間人がいなかったり長期間人がいたとすると ちゃんとドアが開いてドアが閉まるということをするわけです。でもし短い入力でいちいち動作しているとドアは閉まったり開いたりを繰り返すこと、無駄な動作が多く、その分電力も食いますし、要するに例えば自動ドア自体も摩耗するわけですね。そうするとその部品としては非常によろしくないわけですね。だからそういった意味でこういったそのパーツであるとかですね、そのシステムの、まあ、保護をの機能を、まあ、果たしていると。で実際にその細胞っていうのはそのこういうなんていうの、短い入力というのは揺らぎというんですけれど、不規則な入力というのが非常に多く、まれにその適切でない入力が与えられたとして、与えられるとするわけですね。その時そのフィードフォワードループというのはこういう揺らぎに対してですね、まあ、適切に応答する機能というものを与えているというふうに、考えることができるわけです。だからこそ例えば、まあ、転写制御因子ネットワークではフィードフォワードループみたいなものがおそらく保存されているんだろうというふうに考察することができるわけです。で次にロバスト性について話していきましょう。これは、まあ、ロバストネスという話ですが、このロバスト性も非常になんか曖昧な言葉でして、まあ、一般的には次のようなふうに言われます。で、まあ、不確定な変動、まあ、ある種の外乱というものに対して、まあ、システムの特性というものが維持される状態にあることという、例えば何か外乱に対して出力が発散しないとか、要するに何かある方程式を考えてあげて、その方程式に何か乱数で一つノイズを加えてやると、
そうするとその答えが急になんか無限大の方に発散してしまうと、まあ、そういったことがあると、そういったことではないというようなことを、まあロバスト性みたいなふうに言うわけです。で特にこの生体内ではこういう揺らぎといったようなこうノイズですねが大きいために、それをまあ制御するようなまあ機構が存在するが必要なんですね。まあ、こういうのをロバスト制御と言ったりするわけなんですが、で一般的にまあこういう外乱に対してあの制御する場合は、一般的にそのフィードバック制御やフィードフォワード制御といったものがあります。でまあ、ここで何かと言いますと、例えば、でフィードフォワード制御というのは何を意味しているかというと、外乱をまず最初に察知するわけですね。でそして前もって、制御するといったようなやり方なわけです。前もって、要するにこれ外乱の影響をなくすように、まあ、制御するというやり方がフィードフォワード制御というやり方です。で逆にそのフィードバック制御というのは何かというと、何かしら少し出力があって制御対象があって、そこから何かあると、でそれが外乱にさらされている、でその出力値を見てからその外乱の影響をなくすように、まあ、制御するというようなことがフィードバック制御というふうになります。で両方ともその利点と欠点を持っていて、そのフィードフォワード制御は、まあ、迅速に制御するということができるんです。要するに逆にフィードバック制御っていうのは、要するに出力値を見てからでなければ実は制御することはできないので、そういった意味で実制御にまでには時間が、かかって、しまいます。でフィードフォワードの、欠点としては実は制御が難しいというのがあります。で外乱というのがどういうふうに来るかというのがあらかじめ分かっていれば、まあ、それに対して、なんか制御することができるわけですけれど、まあ、それを考えることができないと。だそういった意味で実はフィードフォワード制御は制御が難しいと。逆にフィードバック制御というのは出力値を見てそこから考えるので、制御というのは比較的簡単になっているというようなことがあると。でまあ、お互いもちろんその利点と欠点を持っているわけなので、組み合わせで、まあ、より良い制御というのができるようになるわけです。じゃあちょっと具体的にどういうふうな、まあ、制御になっているかというのを、まあ、見ていきましょうと。で、まあ、次のような、まあ、フィードフォワード制御を考えていきますと。で、まあ、何かしらの入力値が与えられて、で何かの制御器があると。これはコントローラーですね。で制御対象が存在して、そこの最後で外乱が入ってくるというようなことを考えます。でそれに対して出力値 Y が出されるということを考えるわけです。でじゃあここで U の値っていうのは、まあ、どう考えるかというと、まあ、ここでは非常に簡単に考えてみましょう。で U は、まあ、K× の R になると。要するにこの出力値を K 倍したものが、まあ、R を K 倍したものがこの出力値 U になっていると。でさらにそれを、まあ、制御してあげて、要するに制御してあげてというのはこの場合は P をかけてあげてという意味ですけど、P をかけてあげて外乱で、W を引くというような、まあ、こういったシステムを考えると。ちょっとあまりこうかなり抽象的なシステムなので分かりづらいかもしれませんが、まあ、数式で見ると非常に分かりやすいので、やっていく。そうすると Y はどういうふうに式になるというと、最終的にこの出力値というのは最終的にこういう形になります。でこれを考えると、でここで言う目標値っていうのは、要するに例えば何度にしたいっていうのがあるんです。例えば25度にしたいっていうのがあってて、実際に25度が出てくるかどうかっていう話なんですね。でこうやって見てみると、実はその外乱の項っていうのはそのまま残っていて、もし目標値と出力値を一致させるっていうことを考えると、外乱による影響というのは非常に強く受けてしまうわけですね。でこれはもちろんその K ですね、外乱をうまく考慮してこの K を設定すればいいわけなのですが、まあ、それはもしうまく制御できない場合は外乱による影響というのを非常に強く受けてしまうということが、ここから分かるわけです。じゃあ次にフィードバックというものを考えてみましょう。でフィードバックというのは 何が違うかというと、まあ、要するにここの上の流れだけを見るとフィードフォワードと一緒なわけですね。でフィードバックは何が違うかというと、ここに、まあ、要するにフィードバックがあるわけです。でこの時の構造がどうなるかというと、例えば U を見ると、これは単純に R にその存在するわけではなくて、に影響されるわけではなくて、実は出力値 Y も、ここに、影響するということがここで分かります。でここは、ね、ネガティブフィードバックなので、ここがマイナスになっているわけなので、ここがマイナスになっていると。で実際にその Y はどうなっているかというと、まあ、その P×U でさらに外乱を考慮したものを引いてあげると。でここの U にここの上のここで得られたものを代入してあれば、まあ、こういうふうに表現することが、まあ、できるわけです。でこれを、
要するにこの y イコール、まあ、pk 括弧 r マイナス y 括弧閉じマイナス w っていうのを y について解いてやると、まあ、こういうふうなものが出てくるわけですね。でここで制御できるのはこのコントロール K なのですから、K を非常に大きいところにしてあげると、実はここは1になることがすぐ分かりますよね。でここの K を非常に大きくしてやると、ここの項というのは限りなく0になるというのが分かりますね。ということなので、実はそのコントローラー、このシステムの場合は K を限りなく大きくしてやることで、実は出力値と目標値と出力値を一致させることができると。でここで W というのはそのコントローラーによって、まあ、うまく制御することができるということになっているわけです。これがフィードバックの非常な特性になっているわけです。じゃあこのロバスト性を評価する場合、どうしたらいいのかというのがあります。まあ、一つは感度解析というものがあります。で感度解析というのは何かというと、まあ、感度解析というのは何かしらその外乱によってですね、例えば制御対象みたいなものが P からまあ P スターに変更すると、例えば劣化するとか、まあ、そういった話ですね、劣化するとかという話で、この時にその伝達関数を考えるわけですね。で伝達関数というのはどういうふうに定義されるかというと、その目標値分の出力値というふうにして表されるわけですね。でそれは先ほどの実は式から簡単にまあこういう形になるというのが分かるわけなんですが、そうすると、もし例えば制御対象が何か劣化であるとか、にさらされて、まあ、変化すると、その伝達関数も変わるわけですね。で、その変化に対する、まあ、相対の感度っていうのを、まあ、次のように定義しましょうという形になります。で、これを S として、まあ、それはその P がどれぐらい変わったかっていうのと、その T がどれぐらい変わったかっていうことです。要するに、P が劣化したとしても、要するに制御対象が劣化したとしても、まあ、伝達関数がそんなに変わらなければ別にいいじゃないかっていう話なんですね。これは要するにこの上が T なので下が P なわけなんですから、まあ、要するに P の変化に対して、要するにこの制御対象の劣化に対して伝達関数の変化が小さければ、まあ、非常に、ロバストなものになっているというふうに考えるわけです。でこれでちょっと感度解析をしてみましょうか。でまずはフィードフォワードの場合ですね。でフィードフォワードのデルタ T というのをまあ導くわけですね。でここではちょっと先ほどの伝達関数というか y イコール x、 ここですね、ここのこの式ですね、この式からその r 分の y をこう導くわけなんですが、それはそのデルタ x というのは次のように表すことができるわけです。でそうすると、これはまあうまいことこの K でキャンセルされて、この P だけが残ると。でこの P だけが、P は実はそのままデルタ P なので、その感度解析というのは常に1というのが分かるわけです。この感度は1ってことが、相対感度は1ということが分かるわけです。つまり何かというと、P の変化というのが、その P の伝達関数ですね。要するに制御関数、制御対象の例えば劣化であるかというのが、伝達関数にそのまま反映されてしまうということがここで分かるわけです。じゃあ逆にフィードバックの場合はどうなるかというと、まあ次のような形になるわけです。で、これはそのこの伝達関数ですね。ここの伝達関数をそのまま使ってあげて、これが劣化する前で劣化した後というものの変化を見てやると。で、これをうまいことこう少し変化しないと次のように変化する。次のように変形することが、まあできると。で、ここの部分はデルタ P に対応しているので、この伝達関数っていうのは相対感度っていうのは次のように表すことができるわけですね。ってことはその K が非常に大きいところで、実はフィードフォワードよりも小さい感度を相対感度を出すことができるということになっています。要するに制御対象が変化し、何かしらの外乱によって変化したとしても、うまくその制御対象が変化したとしても伝達関数はそんなには変化しないということを実現することができるわけです。これが感度解析による、ロバスト性の評価の仕方なわけです。次に、固有値によるロバスト性の評価というのがあります。これはどちらかというと安定性の評価に、近い。で、この場合の安定というのは何かというと収束することというふうに考えます。で、これは一定では決してないことに注意してください。それは何でかというと、もし解が一定だとすると、
するとですね、あの外乱が当たった時に、まあ、すぐこう上がってしまうわけですね。要するにシステムが必ず収束するってことが分かっていれば外乱が適当に入っても収束するわけですが、もしそのまま一定だとすると、要するに外乱が入ったところでずっとまた一定になってしまうので、あ、それでは実は安定にはなっていないということなので、この場合は収束するというふうになる。次のような、まあ、簡単な方程式を考えることができます。例えば次のような方程式を、微分方程式を考えてみましょうと。で、この FT っていうのは、まあ、A×FT にの微分方程式で書いてある。F の時間発展、FT の時間発展は A×FT である。で、これは微分方程式で簡単に解けば、ちょっと初期条件ちょっと無視してますけど、こういうふうに解くことができると。で、もし、この A っていうのは定数なわけですが、もし A が、整数じゃない、正の数であれば、解は発散していくってことが分かりますね。もちろんエクスポネンシャルの正なわけですから、これ解が発散していく。で、まあ、0だったら一定だって。で、負だったら収束するっていうことが分かるわけですね。つまり、この定数 A っていうのが、K の安定性を特徴づけるという、ことに対応するわけです。実は、この考え方で、固有値によるロバスト性の解析っていうのができます。で、こういう線形の微分方程式っていうのは別にこれはまあ単に1変数の単純なモデルなんですが、それはベクトルにしても同様のことが言えるわけですね。例えばここに X のこのベクトル、要するにこれは X1、X2、X3、X4 わーってあって、XN っていうのがある。で、この A っていうのが方程式の行列になってるわけですね。で、それが要するにこれが定数になるわけです。で、これがさらに掛け算で、まあ、こいつに対応する変数になってるわけです。で、これを解いてやるとどうなるかっていうと、まあ、先ほどと似た形になるんですね。まあ、基本的に線形ですから、別にそれはベクトルにしても同じになっているわけで、ベクトル表現にしても同じになるわけで、こういうふうに表現されると。で、例えば、固有値によるその連立微分方程、これは要するに、連立微分方程式を解くのと同じなわけなんですが、連立微分方程式を解く際は、実は皆さんなんとなくその微分方程式に習われた方は思われると思うんですけど、ここの A の行列の固有値を求めて、そしてここのエクスポーネンシャルの型に乗せるってことをやったと思います。で、実はまあこの方程式というのはそれにまさに対応していて、実はその固有値そのものがここの K の特徴、K を特徴づけるようなパラメータになっているわけなんですね。で、まあ、ここの、導出っていうのは、まあ、基本的には、上の腰の拡張なので、まあ、こういうふうに表現されているわけなのですが、まあ、すべての固有値っていうのが、すべてのエクスポーネンシャルの、の型にかかっていると。つまり、K が、まあ、全近安定、まあ、要するに、単純に言えば収束するっていうための必要十分条件っていうのは、この A ですね。ここの行列 A っていう、すべての固有値の実部が負であること。要するに全部収束すると、全部ここがマイナスで必ず収束するということが言えればそれは安定であるというふうに表現することができます。つまりでここの A というのが俗に言うネットワークの行列にも対応しているわけですね。要するに例えば I から J へ結合していれば何かしらの値を持っている、そうでなければ0の値を持っているというふうにしている。要するに、このネットワークの、例えばネットワークで表現されたような、こういう行列の固有値を求めてやれば、そのロバスト性を、実際にはダイナミクスを見ることなく評価することもできるというわけです。よろしいでしょうか。そろそろ最後ら辺にやってきましたが、ここら辺から少し、先ほどまで随分と抽象的な話になってしまって大変申し訳ないんですが、ここから少し、システムズバイオロジー的な、形になります。で、一つは代謝流速解析というものがあります。で、これはその定常状態における、まあ、代謝物の生成物の分解のバランスというのを考えた、ものです。まあ、例えばこれは何を考えるかというと非常に簡単で、例えばここにあると、でここから B で大体入力してくると、 A が入力してくると、でこの A が V1 で B2 に変換されていると、でさらに V2 でこっち C に変換されて、 C が V3 で A に引くと、で B が V2 で流出すると、で C が B3 で流出すると、 B3 の速度で流出するというような形になるわけです。
で、この時に、まあ、何を考えているかというと、要するにこの方程式というのはまとめるとこういうことになるわけですね。で、A の速度っていうのは、要するに B が出てくるわけです。だけど、マイナス B、あ、マイナスその V1 と。で、出てくるので、マイナス V2 ってなって、入力してくるので、プラス V3。で、入力してくるので、プラス B1 というふうになるわけですね。で、同様にして、B も、V1 で A から入ってくるので、まあ、V1。で、V4 から入ってくるので、まあ、ここで V4 と足して、抽出する分が V2 というふうになるというふうにして考えるわけです。で、定常状態というのは、この速度がすべてイコール0の時のことを意味するわけですね。あ、で、これをこの行列で表すと、まあ、こういう形になるわけですね。で、これがその、なんとか結合してるとか、結合してないとか。それは流出してるとか流入してない。これがマイナスがついてるのが流出で、正の部分が流入といった、そういったことに対応するわけですね。で、まあ言ってしまうと、要するに定常状態におけるそのバランスっていうのは、これが全部イコールゼロの時のことを、言うわけです。で、これ何かっていうと、要するに連立、あ、微分方程式だね。すみませんね。これ微分じゃないです。連立方程式を、解くことに、対応しているわけです。要するに例えばありましたよね、なんか、いくつかの変数があって2つの式があって A と B について解くというようなことを多分中学校ぐらいでやったと思うんですけど、実はその問題に単純に置き換えてるということです。ところがですね、これちょっと分かると思いますけど、実は与えられて未知の変数の数に対して式の数が少なすぎるというのが分かります、ね、という意味でこの大半の場合はですね、この連立方程式というのは、まあ、解けないというか、まあ、もしくはそもそも解が1位に決定されていないという場合が、まあ、大半なわけなんです。で、それをどうするかというと、まあ、ある種の高速条件を加えるわけです。で、高速条件って何かというと、一番単純なのは速度は必ず正であるという話ですね。これは速度が負であるというのはちょっと実験的とか、あ、それはなんか性科学的には少し受け入れづらいものがあるので、そういう条件がある、まあ、ここではある最小値を持ってある最大値を持つようなというような高速値を高速条件がありますね。まあ、もしくはそれに加えて、例えばなんか実験的に分かっているような、そのある代謝速、ある代謝物からある代謝物などの生成速、その流速っていうものが分かっていれば、それに対する観測値を入れてあげるといったようなことで高速条件を加えると。で、それに加えて、そのある種の目的を与えてやると。目的を与える。例えばある反応の速度を最大化させたい。例えば A から B の生成のこの V1 を最大化するように頑張りたいというの、最大化させたいというような縛りを加えてあげると。そうするとこの問題自体は線形計画問題と、まあ、対応することに、なります。まあ、線形計画問題って別になんか単純に言うと、この連立方程式を解くというようなこと、ある種 その目的関数において解くということと同値になるわけなんですが、まあ、要するにこの問題自体は非常に古典的な問題であって、まあアルゴリズムも豊富だと。で、最近ではですね、このマトラボなんかで、ちょっとご存じない方もいるかと思いますが、そういうソフトでも非常に簡単計算することができます。ただしやっぱりそうしたとしても多くの最適解ですね、それを要するにある目的、要するにいくつかの高速条件を加えてある目的関数、ある目的を与えたとしても、それを満たすような解というのがいくつも得られる場合がほとんどです。そういった意味で節約の、制約の与え方というのが非常にこの問題では鍵になっているというのが分かります。ちょっと分かりづらいかと思いますね。その代謝流速解析の非常に簡単な例を見ましょう。で、ここでは、代謝物は、この X1 と X2 と、で、これの変換の途中でその ATP が出て NADH が出ると。で、それらはその細胞外から V1 という速度で、流速で流入して、V4 という流速で流出していくというような形になるわけですね。で、これを方程式というか行列式で書くとこんなような形になるわけです。で、つまりどういうことかというと、 V1 イコール V4 イコール V2 プラス V3 というような形になるわけですけど、これは当たり前ですけど解は1位に決まらないわけですね。要するにこの V2 か V3 かがどっちかが決まってくれないとどっちも決まらないというような、要するにこれバイパスのような経路になっているので、バイパスというかその同じところの複数の経路が存在しているので、どちらかが決まらなければどちらかが決まらないというようなことになると思います。で、ここで、じゃあ次のような高速条件を加えましょう。
で次に、要するに NADH の、生成量を最大化しようという場合にするわけです。要するに、こっちの反応が最大化するように、問題を設定しようと。そうすると、まあ、要するに、この V1 がこのままこちら側に行けばいいという話になるんですね。で、この時、その V2 と V3 の速度の変化というものをこうやって表して、こうやって線で表すとこういう形になるんですね。そうすると、その V3 っていうのは、V1 から V2 を引いたものになるわけですね。だからこの式から単純にわかる。V3 っていうのは、V1 から V2 を引いたものっていうのが V3 になってるわけなので、こういう式になる。で、NADH の生成量を最大化するのであれば、この点になるわけですね。この点になると。で、もしこちらが ATP の生成量を最大化する場合は、まあ、こちら側の点にすればいいということになる。まあ、要するに、これ何を言ってるかというと、こっちの経路を選ぶか、こちら側の経路を選ぶかということに対応しているわけです。で、次に何を、じゃ次は何をするかというと、この、V2、V3 のその事情をまあ最小化する場合というのを、まあ考えてみようとするわけですね。で、そうするとその式というのはこの黒の点で、置くことができるわけです。で、そしてその V3 というのは先ほどのこの式がありましたから、それを線を取ってみると、交点する点は1点のみ、ここだけです。要するに V3、V1 の半分と V2 の半分ということになるんですね。要するに、これを最小化する場合っていうのは、両方ともまあ同じ速度で行けばいいという、まあ、それだけの話になるわけです。まあ、これちょっと非常に簡単な例ですが、まあ、代謝流速解析というのはこういうふうに、ある種の制約を加えて、まあ、いくつかの解を求めていこうというようなものです。で次に、これと似たような解析に、基準モードというのがあります。で、基準モードっていうのは何かというと、先ほどの定常状態における、代謝流速を構成するその不可逆的な高速群からなる最小の経路というふうに、まあ、大体説明されます。要するに全ての、定常状態というのはこの最小経路の重ね合わせというものに、で表現できるという話です。で、これ何を言ってるかというと、要するに定常状態を満たすような経路というのは、先ほど言った通りにこちら側かこちら側かという話があります。こちら側を通るかこちら側を通るかという話ですね。で、最小にする場合は、こちらを通るか、こちら側を通るかっていう2つに分けられるわけですね。要するに、この定常状態っていうのは、この赤色の経路と、この緑色の経路の重ね合わせによって表現されるっていうことがある。で、まあ、ちょっと数学的に言うと、その全ての要素が皮膚である、まあ、ゼロ空間の規定ベクトルに対応するわけなんですけど、まあ、実際に、こういうその規定ベクトルを求めるとかっていうのは、まあ、なんかマスマティカとかを使えばすぐできるので、まあ実際にここのこの行列ですね、この行列を使ってあげて、その規定ベクトルを見つけて、全ての要素が皮膚であるようなそういうベクトルを見つければ、実はそれが基準モードに、まあ達しているというふうに、まあというふうに、まあ簡単に、というふうに求められます。ただ、その基準モードっていうのは、その先ほども言ったように、そのこの状態で基準モードって2つあるんですよ。基準モードって2つあるんですけど、要するにネットワークの規模が大きくなっていれば大きくなっていくほど、その、基準モードというのは増えていきます。で、莫大な数になって、そのどれが大切なのかっていうのは分からないので、次にその独立なものっていうのに、注目するわけです。で、独立なものっていうのは何かっていうと、皮膚係数の線形結合で表現できないものっていうふうに、言うわけなんですけど、これ要するに何かっていうと、ある基準モードとある基準モードを重ね合わせて別の基準モードができないっていう話。要するに、その重ね合わせで別のモードになるものは、それは局地パスウェイとは見なさないといったことです。例えば、まあ、こういう基準モードが、4つの基準、この、ね、代謝ネットワークを考えた場合、これら4つの基準モードが、まあ、存在すると。で、これらが存在した場合、この4番っていうのは、実はこの1番と2番の重ね合わせによって表現されているというのが分かりますね。要するに、ここの経路はここから由来して、ここの経路というのはこちら側から取られていると。で、ここの経路で相殺されているので、この経路というのはこの重ね合わせになっていると。つまり、これはこの4番という経路は独立ではないので、要するに、局地パスウェイとは呼ばないというような形にするわけです。ただし、こういう独立性みたいな考え方自体は
まあ、なんか数学的にはもちろん正しいといえば正しいというか、その受け入れやすいような概念なんですけど、果たしてその生物学においてそういう独立性みたいなものが重要かどうかっていうのはまた全く別の問題なので、まあ、これはあくまでそのおそらく解を減らすための一つの指標として見るのが今のところは適当だと思います。で、この要するに化学量論というか、要するに代謝流速みたいな代謝解析を使うことの利点というのは何でしょう、何かというと、何かということをここにまとめています。で、基準モードやその極地パスウェイが多いということは、その眼圏であることっていうのを示唆しています。要するに定常状態の定常状態が維持されるというパスがいくつも存在するということは、非常に要するに他の経路を断ったとしてもその定常状態が維持されるので、そういった意味で眼圏であるということが示唆されると。で、基準モードやその極地パスウェイにおいて、まあ、共通、要するにここで品質するような反応というのは非常に重要であると思われるわけですね。例えばここでいくと、そんなに出てるのはないですけれど、まあ、例えばこういういくつかの極地パスウェイにおいて、まあ、必ず通っているようなパスウェイがあったとしますね。この場合だと、まあ、ここだったとします。この一番最初のここですね、だったとすると、まあ、そういう反応っていうのは、まあ、非常に重要であるということが予測される。要するにこういう代謝解析を通して、重要な、要するに例えば定常状態を維持するために重要な反応っていうものを見つけ出すことに役に立つだろうという予測される。で、逆に言えばそのどんな基準モードやその極地パスウェイにも含まれないような反応っていうのは、ある種その定常状態を維持するという意味では貢献しないものであって、その反応自体が、誤ってつけられた、誤っている可能性というのが高い、と考えられるわけです。そういった意味でその代謝ネットワークの検証にも使えるという話です。で、ちょっと時間を押してますけど、これが多分最後です。で、そのシステム生物学にはもう一つあってですね、性格システム理論というのが存在します。で、これはですね、個々の反応機構の詳細には踏み込まず、化学種の生成と分解を、まあ、べき乗速で表現して、記述しようとする、試みであります。で、俗にこれ S システムってよく呼ばれます。で、これは何かというと、この項が生成を意味しています。この項が生成を意味し、この項が分解を意味していると。で、ここに載っている方が、まあ、べき乗の意味をするわけなんですが、まあ、要するにここがある種 その化学反応のネットワークの相互作用を意味しているということになっています。例えばこういうネットワークを考えてみましょう。で、 X3 というのが X1 と X2 から、生成されているとすると、まあ、こういうふうに表現されると、 X1 から3へ、X2 から3へというような話ですね。で、さらに X1 はそのまま分解されているというか、この X3 にそのままいくと、で、X2 にそのまま分解されるというふうな考え方で表現していくというのがあります。で、化学種の濃度 その時系列データさえあれば、その各パラメーターというのは原理的には求めることが可能です。で、まあ、これは要するに非線形の最適化問題と一緒です。要するにこの式を使って、この式に、要するにこの式のダイナミクスに合うように、このパラメーターをうまく設定してやる、その G とか、HI とか α とか β っていうのをうまく設定してやることによって、その時系列のデータから求めることができるわけです。したがって、要するにネットワークの推定にも使えるわけなんですね。なんでかっていうと、この肩に乗っている、まあ、要するにべき乗速の、GIJ とか HIJ というのはネットワークの構造をそのまま反映しているわけなんです。で、このモデルはですね、他のモデルと比べて、そのパラメーターの数も少なくてですね、広い範囲で反応ネットワークの共同というのを解析することができます。実はこの反応速度というのは、要するに例えば高代謝反応でもできますし、転写制御 EC ネットワークでもできるので、非常に万能な式となっています。これを押さえておくと非常にその今後役に立ったりもするかとも思います。で、参考資料としては、これは比較的いいものが存在していて、まあ、一つは翻訳なんですが、まあ、システム生物学入門というまさにそのままのものがあります。これはだいぶ転写制御因子ネットワークに限定しているものですが、まあ、非常に読みやすく、まあ、数学もさほど難しくはないので非常に読みやすいかと思います。で、もう一つは細胞のシステム生物学というのがあって、これはかなり広い分野で
かなり広い、生体ネットワークを対象とします。制御因子ネットワーク、代謝ネットワークとか、あとはシグナルトランスアクション、シグナル伝達みたいな、そういったものも網羅しています。でそういった意味で、まあ、この2つを押さえると、そのシステム生物学の外観というのはおそらく知れると思います。というところでちょっと時間を過ぎましたが、システム生物学の部分をここで終わらせていただきたいと思います。何か質問。はい、ヒルの式でですね、はい、N によってこう促進されたり抑制されたりするっていう、はい、実際のその実際のその生体内の反応を見てですね、はい、そうかな、具体その赤球なんかの例が上がってたと思うんですけど、はい、例えばなんか反応する場所がこういっぱい、なんか効果の反応場所がいっぱいあって、こうそうです、そうです。ただこれは逆に言うとその経験則から得られてるんですね。単純にその実験データから見てミカエリス・メンデンではなくて、ミカエリス・メンデンではフィットできないと。でこうやってフィットすると、まあ、できたと。そうなると、まあ、式はこういう形になると。そこから考えると、要するに一つの分子と、要するに一つの基質と一つの酵素が独立に結合しているのではなくて、なんていうか、くっつくことによってさらにくっつくといったような現象を予測することができるということで今考えているわけですね。ちょっとですね、だから私に頭が混乱しちゃったんですけど、 N がですね、1を境にしてその大きい場合と小さい場合で、その抑制、促進か抑制かっていうような話になってたんですけど、はい、別のところでですね、ぐるより大きいか小さいかで、また促進抑制みたいな感じになったのか。それは多分なんか違う話、ゼロの場合だとその基質は全く関係ないということになるので、うん、それって要するに速度は一定だってことになるので、多分ちょっと多分ヒルとは違う話だと思いますね。ちょっとそこら辺こんな話だったんですけど、まあ他の いや出すことはできます、もちろん、はい、まあ、あまり意味ないかもしれない。そうですね、ちょっとあまりなんていうか、例えばそうするとですね、要するに活性と抑制の中間状態みたいなものも表現できるようになって、その実際にその適用するときとその式が使えるかどうかっていうのはちょっとまた別問題になるんですよ。
よろしいでしょうか。あもちろん表現することは可能ですいやいや、他に何かございますか。まあ、少し抽象的な概念が多かったのでなかなか、まあ、なんていうか生物学との印象というものとつなげるのが難しかったのではないかと思いますが、基本的にでもそのシステム生物学みたいなのはこういう基礎的なものの上に立脚しているわけなので、ここら辺 の、 その過程なんかをきちんと理解しておかないと正しい、モデル化というのはできないわけです。でそうした意味でこういう基礎的な例えばこういうのは制御理論ですけど、制御理論や線形代数といったものはきちんと押さえておいてもらいたい分野であります。で生物だからそういった意味ではパスウェイ解析やシステム生物学というのはある種古典的で、まあ、非常に、まあ、言葉はあれですけど少し地味な学問にもなってしまうわけなんです。だから繰り返しになりますけど、まあ、要するにこういうシステムが生物学やパスウェイ解析というのを理解するとかきちんと使うという場合はこういう、基礎的な部分をきちんと押さえて、そしてさらに生物学 対象とする生物学というのをきちんと理解して適切にモデル化するということが非常に重要になってくるわけです。まあ、今回のこの発表が、まあ、少しでもその役に立てれば、まあ、幸いだと思っております。ではこれでシステム生物学入門を終わらさせていただきたいと思います。